株式会社レンガ亭は東京都中央区銀座にある洋食レストランであり、いくつかの洋食メニューの元祖とされている。レンガ亭は株式会社レンガ亭の登録商標である。1895年創業の老舗洋食屋である。創業者は木田元次郎のおじ。現在のとんカツ、オムライス、キフライ、エビフライ、ハヤシライス、これら代表的洋食メニューのほか、 食事の提供の仕方、さらにライスを盛る着想を考案したとされているが、異論もある。明治時代、洋食メニューとの組み合わせは、西洋諸国に習ったパンであった。しかし利用者から、パンより米を食べたいとの要望があり、さらにライスというスタイルで提供したとしている。これは、茶碗でナイフフォークでは食べづらいためである。そこから、 フォークの背にライスを乗せて食べる監修を作ったとされている。また同じように付け合わせにも温野菜が使われていたが、これをキャベツの千切りに置き換え、とんかつと盛り合わせた。これは日露戦争でコックが徴兵されてしまったので手間を省くために、キャベツのひと用付けからヒントを得て、食べやすい千切りとして提供を始めたことが始まりとしている。安くてソースに合うということも、 大きな理由である。とんかつも、カツレツそのままでは、味がくどいと日本人には不評であったため、ドミグラスソースではなくウスターソースをかけることに、したところ好評で、これが、その後定番となった。オムライスは、もともとはまかない料理であり、手早く作れる料理として、溶き卵、ミンチ、玉ねぎ、ライスを混ぜ合わせて、フライパンでふっくら焼き上げた料理であったが、客からの要望により、 メニューに取り入れた。ハッシュドビーフライスも、ハッシュドビーフライスハッシュドライスハヤシライスへと、名称を変更しながら受け継がれている、代表的な人気のメニューの一つ。レンガ亭の三代目は、日本橋丸ンが元祖ではあるが、あれはチャプスイに、近い都市、ドミグラスソースで、ハヤシライスを作ったのは、ここが発祥であると主張している。東京、銀座レンガ亭現在のレンガ亭の店舗は、 1964年に建てられたものである。元祖オムライスに100年の歴史と味が染み込む、洋食屋銀座新聞ニュース、小型鈴りぽー食べ物初めて物語アミューズブックス、岡田明、とんかつの誕生、明治洋食ことはじめ講談社、講談社選書メチへ、2000年、ISBN40 億6258万1795。 トンカツフライ料理人気店のメニューと調理技術、アサヒ出版ムック2009年、ISBN47 億5110万8182、トンカツ、コロッケ雑学調アサヒ書店料理と食シリーズ12、コスガ稽古、日本洋食物語新調者、1983年、食に、歴史あり洋食、和食ことはじめ、爆笑問題のそれって、いつから、ヒストリー。 TV でたくら、ワイヤーアクション、2015年2月2日閲覧、明治、大正を食べ歩く PHP 新書の3代目インタビューより、ありがとうございます。